皆さんこんにちは、イノシシブルファンゴです。マリオプラスラビッツキングダムパート5進めてまいります。前回は、ワールド1を全部クリアして、でそのタイミングでですね、新しい武器とかあの物を引っ張ったり押したりできるアクションとかが追加されましたので、まずはヒーローベースの新しい武器のご紹介と、ワールド1行けなかった部分をちょっと攻略していこうかなと思います。もしね、ちょっと時間が余ればワールド2もちょっとだけ進めていけたらなと思いますので、よろしくお願いします。それではヒーローベースの方を向かいます。まずは新しい武器ですが、おっと結構2つ増えてますね。ダメージは、ダメージも結構増えてますね。ダメージと、今まではハニーのダメージっていうのが追加されてましたけど、今回新しく増えたのはバランス、バウンスとハニーですね。なるほど。で、サブウェポンも、ハンマーの1個右ですね。今まで使ってたこのスチームギアハンマーの1個右のヘビー級の一撃が炸裂する、バウンズエフェクト付き。これとこのハニーエフェクト付きのハンマーですね。他のメンツも2つずつ新しい武器が増えてますね。じゃあちょっと、装備組んでみます。はい。で、スキルツリーもクリアしたことで今30から50溜まってるのかな。新しいのはどうしようかな。まあ、一つずつ埋めていきましょうか。まずはマリオのパワーブースト。マリオと近くにいる味方が武器で与えるダメージが増えますと。で、次は偽ピーチは、ボムタンクと、あ、これでおしまい。あ、もう一個いきますね。おしゃれスライディング。で、ニセルイージは、ランチャー。とりあえず、これで、メインの3人のサブウェポンは全部解放という形ですね。はい。じゃあ、これで、とりあえず武器の設定は終了となりましたので、ワールド1の方に。もう一度行ってみたいと思います。はい、じゃあ1個目、クリアしたらこのように飛ばしていけるみたいですね。そしたら1番から行っていきます。ん？何やこいつは。ちょっと話しかけてみましょう。大掃除チャレンジ1、ベリーイージー。敵を14体倒せ、プレイ可能ターン。ほう。あ、これは確かパワーオーブがもらえるキャラクターのやつですね。今回は敵を14体、しかも3ターンで倒さなあかんってところで、ちょっと連続でやっていかんとダメですね。そしたら始めていきましょう。そしたらもうゴリゴリ攻撃していきましょうか。まずはマリオの近距離ハンマーで、ここ4体倒していきましょう。スライディングで攻撃して、でターンエンドしましょうか。はい。じゃあ次エセピーチ。エセピーチは確かさっきのスキルアップで2回スライディングができるんで、でとデンジャラスゾーン。ほう。これもちょっとまた見てみるとダメですね。
あ、じゃあ失礼しました。こちらのゴルフィーか。ゴルフィー。んー、これは範囲攻撃みたいですね。攻撃力が若干強い。まあ、とりあえずじゃあ移動しておきましょうか。移動して、で、あんま偏らしもしゃあないんで、この辺に配置しておきましょう。で、せっかくなんで、このゴルフィーっていうのを使ってみましょう。はい。OK。これも動きながら範囲攻撃みたいな感じですね。じゃあ最後、エセ・ルイージ。で、新しい武器。あんまり良くない。そしたら先に移動して、この辺が、移動して、で、まあ、とりあえずこれで攻撃しておきましょう。思ったより攻撃されましたね。これはピーチに、じゃあちょっとマリオの回復をお願いしてみましょう。こっちにしとこうかな。はい、2枚抜くからのヒーリング。あ、結構回復するんですね。そしたらゴルフィーを、あ、ゴルフィーもまた微妙な、もう一個奥に行けたらいいんですけどね。残念。そしたら先に、先にマリオに、ここまで行って、ここだったら全部届くかな。ここにしておきましょうか。はい、じゃあハンマーを起動と。え、全然届かへん。ちょっと計算ミスりましたね。じゃあ攻撃。じゃあ次はじゃあこの手前の方から倒していきましょう。ナイスプッシュ。最後はジャンプで届くかな。ジャンプして、で、砲撃。クリティカル出へんかな。攻撃。あ、やった。これで一応全部ですね。あとクリア。え、大丈夫。14体倒してましたっけ。あ、いけましたね。ベリーイージ。こういうなんか謎のキノコのキャラが各地にクリア後は散りばめられるんですかね。はい、じゃあ先に進んでいきます。お、2匹目のチャレンジになりましたね。迷い込んだバトル、チャレンジ2イージー、やってみましょう。キノピオを守れ、プレイ可能ターン6。ほうほう。あ、ピノキオがあそこに行ったらゲームクリアってことですかね。そしたら、お、なるほどな。そしたらこの辺とか、またこの辺とかに生えてくるんでしょうね。やっていきましょう。
まずはこの辺の敵を一掃しましょう。ハンマーで攻撃。あれ？え？これ攻撃ってあれなんですかね？味方にも食らってまうんですかね？あちゃー、やってしもたな。はい、ということで、じゃあパワーブーストしてマリオは終了にしましょう。ピノキオさんはじゃあ前に、あ、ジャンプ使えるのかな。あ、ジャンプ使えないですね。じゃあちょっと隠れながら行ってもらいましょう。ターンエンド。あ、中に入ってきましたね。やらしいな。はい、じゃあ一掃しておきましょう。この辺の敵もブラスター攻撃。じゃあピノキオは最後できるだけ前方に行っといてもらいましょう。で、ターン。はい、一応全部一掃しながら行ったらうまいこと攻撃されずに切り抜けれるのかな。はい、じゃあここでハンマーで攻撃をしましょう。しもた、ニセルイージも、ニセルイージも攻撃食らってまいりましたね。これこの味方攻撃してまう仕様なんとかしてほしいですね。これカベドンがおるやん。カベドンが、カベドン先処理せなダメですね。そしたらタックルしといて、こっから撃っときましょうか。弾き飛ばされたら一番いいんですけどね。やってみましょうか。炎のエフェクトもなかなか面白いですね。変なところに移動させられるっていう。彼はこっち来るのかな。あ、来ますね。そしたらもう一匹で攻撃しとかんとダメですね。マリオはじゃあこっから攻撃して、ちょっと待てよ、大丈夫やな。こっから攻撃して、で、ブラスター。そしたらピーチが多分このマリオを踏み台にしてもうちょっと奥に行けるはずなんですよ。よし、でこのウサギに攻撃で、ピノキオが攻撃食らえへん位置に移動させておいて、どこかな。一応ピーチのとこまで下げときましょうか。はい、でこれでターンエンドでいいかな。ヒーローサイト、あ、一応ヒーローサイトやった。おいえ、ターン終了。おーと、おお、マジか。うわー、やめてー。は？何が起きた？まあ、なんかわけのわからんもんが見えましたけど。これ、は？
それは何の言い嫌がらせですかね。そしたらピノキオさんはちょっと順調に進めておいて、攻撃はしないでおきましょう。そうや、それが一番いいですね。で、ターン。エンド。アーチャー、失敗しました。ごめんなさい。ダメですね。なんかもっと早めにピノキオを進めとかんとすぐ詰みますね。しまったな、イージーレベルでこんな苦戦するとは。ちょっとクリアまでカットします。いけたんや。へへへ。じゃあちょっとピノキオには置いといてもらいましょう。あ、今のでもう全部おしまいなんですね。そしたら最後はピノキオをゴールに入れておしまい。バトルクリア。迷い込んだバトル2つ。やっぱり普通のクエストとは比べると少ないですね、応募もらえる数が。では、任務終了したのでもうちょっと進んでみたいと思います。こっちですね。じゃあちょっと押してみましょう。お、一回 A ボタン押すだけで動かせるんですね。じゃあこれを開けてみましょう。不思議なブロック、アートを確認、アートを発見、ミュージアムで確認できますと。で、おあつらい向きの大砲もあるんで飛んでみましょう。イエーイ。おっと、えらい遠いところまで来ましたね。これはラビッツルイージフィギュアを発見、ミュージアムで確認できます。じゃあ城も解除しておきましょう。どこに行くんでしょうね、これは。ほう、これはもしかして来たことない場所かな。あ、いや、そんなことなさそうですね。1回ぐらいは来たことありそうな場所ですが、ちょっとひとっ飛びチャレンジ、ひとっ飛びチャレンジ3ノーマル。なんかこの、これ多分追加コンテンツの隠しキャラですかね。せっかくなんでこいつやってみましょう。目的エリアにたどり着け、プレイ可能ターン1。1ターンでたどり着かなあかんってことですね。どういうこと？はあ、はあはあはあ。いや、一旦うんぬんはいいんですけど、え？こいつらに攻撃されたら吹っ飛ぶとかあるんですかね。ちょっと一回攻撃されてみましょうか。なるほど、なるほど、なるほど。
やってみましょう。サイト発動しておいたらもしかしたら来るかもしれないですね。外に出るとアウトオブバウンズで消えてしまうんですね。はい、じゃあちょっとレベルを上げてから再チャレンジします。まあ、とりあえずこのチャレンジミッションに関してはまた裏の方でやっておきます。せっかくなんでね、ワールド2の方を一つでも進めればなと思うので行っていきます。はい、ワールド2シャーベット砂漠行っていきましょう。早速この手で押すやつですね。はい、あ、シャーベットっていうより、あ、なるほど、こっからシャーベットになるんですね。やれるってことですね。じゃあ行きましょう。ここは砂漠ですよね。なのになんでこんなにも雪や氷が。君たちラビッツがスーパーマージで遊んでなければほんとこんなことにならなかったのに。皆さんこんにちは。ピノキオを見ませんでしたか。戻ってこないんです。前にも探検に出かけるって言ってました。それで地図も持たずに行ってしまっちゃったんです。でも少し心配になってきました。マリオさん、キノピオを探してもらえませんか。キノピアが戻ってくるかもしれないので私はここで待っていますね。はい、というところでワールド2の1ヒヤッとした物語始めてまいります。これは動かせないかな。動かせないですね。じゃあ先進みましょう。すべての敵を倒そう。これイージーモードにしたら何か変わるんですかね。報酬機、報奨っていうか。はい、じゃあやっていきましょう。おー、敵の HP も高めですね。ただまあ4匹なんでさらっと終わらせてしまいましょう。道はこことここですね。はい、じゃあよろしくお願いします。まずはピーチをここに配置してマリオで飛んでおきましょう。はい、で、攻撃。攻撃。なかなか運が悪いですね今日は。はい、じゃあ最後ピーチは届くかな。
おっと 50% を3つ外していく。これはこれはかなり敵も戦略的になってますね。大丈夫かな。すごいスペシャルスキル使いよる。ちょっと早めに敵を減らしておかんとちょっとえげつないですね。これはどうしようかな。こっちからも狙われたくないので、で先に一匹倒しましょう。はい、でヒーローサイト。これはジャンプで届くかな。届くけど、いい位置がなかなか見つからないですね。じゃあこっちに飛びましょう。ゴルフィー、行けー。これ自分は食らへんか。自分も食らんこれ。しまいました。何またガードしやがったですね。本当にもう。じゃあもうこっちは至近距離で攻めましょう。これだけで倒せるかな。下田、これ一マスっていうのを忘れてますね、完全に。やったけど、なんとも微妙な距離。で、デンジャラスドーンで攻撃。回復してみましょう。ちょっと急にあれですね、なんていうか急に難しくなりましたねこれ。はい、でターン終了。一発は耐えるかな。先に攻撃かましておいて、でマリオの攻撃で終わらせましょうか。次ブラスターで
攻撃したら終了。あとクリアかなり難しくなってきましたね。そのスペシャルスキルを敵が使うっていうのもかなり鬱陶しいっていうか、もうすでにねマリオたちの、ね、HP も瀕死状態なんで、ちょっとステージ2に行くのが億劫ですが、まあ、とりあえず、パート5はこの辺で終了とさせていただきます。次回は、この続きですね、ワールド2の方を進めていきますので、よろしくお願いします。それではバイバイ。